に日本人が言うお盆でご飯、恋しいですか？すごい懐かしい。噂によると日本の女子大学生、そう定番、放課後にみんなでちょっとご飯食べようっていう時とかによく。確かに実は台湾のお盆でご飯あるよ。え、知らなかった。でも今は1軒しかない。で、ブリーズにあります。デパートの中だね。そうということで、今日の曲は台湾のお盆でご飯を検証したいと思います。私はあの名前来たらお盆でご飯、なんかまさか大食いのお店だって。お盆でご飯だよ。そうじゃないんですよね、うん、逆になんかいっぱいちっちゃいものがいっぱいお盆の上に乗ってるイメージ。じゃあ日本人なら絶対知ってる店、女子は皆さん知ってますか？じゃあ早速ですが中に入りましょう。どうですか？すごいディスプレイが結構並んでるの、すごい日本っぽいよね。台湾だと結構珍しくない？確かにめっちゃ種類多いですよね。ここだけなんかアトレの通りみたいな。ルミネっぽい。ルミネとか、じゃあ入ろう。ママ、おすすめは？本当にたくさんあるの。ここのポイントはみんなのさ好みって全然違うじゃん、だけどいろんな種類あるからみんな好きなものが食べれる。うどん食べたい人もいればハンバーグ食べたい人もいるでしょ。でも特に人気、ウェブサイトによるとサバの味噌煮とタルタルソースの唐揚げとかが人気らしい。なるほど、私が注文したのはサバの煮込み味噌煮。かわいい。私食べたことない。おあの缶詰めの食べたことあるけど、全然違うから。そうなんだ。この台湾のお盆でご飯でさ、これ新しいサラダソースがあるよ。おー、何のソース？台湾パイナップル応援してるから。おー、パイナップルヨーグルトのサラダソース。ちょっと聞こえ、なんかちょっとデザートみたいな感じなんだけど大丈夫かな？いやー、美味しい。美味しいかな。そう、じゃあ私もそれ頼もう。オッケー。お盆でご飯いただきます。じゃあ最初は味噌汁。うわー、しょっぱいですね。日本の皆さん、日本の味ですよ。やっぱり台湾の味噌汁とは違う？ちょっと違う。味噌のインパクトが強い。しょっぱいけど美味しい。いいですか、初めてのサバの味噌煮。でもなんかトマト乗ってんの珍しいかも。南国風かな。いただきます。美味しいね、これ。でも味噌の味があんまりしてないね。何これ？ソースを飲む。醤油。あ、でも確かにあの味噌の香りがあって、サバの中に染み込んでて、あのサバのこの魚肉が本当に美味しい。すごいね、私初めて。ご飯にめっちゃ合う。あ、でもちょっと残念。ご飯ちょっとくっついてる。私はパラパラのご飯の方が好き。え、でもこれ本当に美味しい。台湾にはこういうご飯ないの？味噌煮本当に初めてかも。台湾の日本料理屋さんいつも塩焼きサバ。これは私初めて。美味しい。わー、私たちも来ました。私が頼んだのは鶏のゆず照り焼きとハンバーグのセットで1個450元です。ちょっと豪華かな。150円くらい。50円。めっちゃ安い。めっちゃ安い。マナちゃんが頼んだのが炙りサーモンとイクラのアボカド丼。これ360元です。なので台湾のご飯にしたらちょっとお高めだね。だけど日本食なのでその価値あると、食べてみよう。すっごい気になる。このパイナップルのサラダが日本にはあんまり効かないよね。ね、しかもパイナップルだけじゃなくてパイナップルとヨーグルトって言ってましたもんね。いただきます。めっちゃ美味しい。でもなんかヨーグルトがちょっとチーズっぽいかも。そう、酸っぱさはあるんですけどヨーグルト感はないかも、でもその分なんか思ってたよりも甘くないから野菜と合いますね、日本人でも受け入れやすそう、美味しい。主食ハンバーグじゃんじゃん、こういう感じ。いただきます。
後味が、なんか後味が柚子の酸味がふわって香って、すごく香りが良くて、なんかハンバーグも外はちょっと焦げ焦げカリカリしてて、中の種にあの玉ねぎとかも入ってるので、食感も単一すぎなくてすごく美味しいです。ルナちゃんのそれ気になる。一度ね、二度楽しめるバージョン、そのまま食べてもいいし、その後にお茶漬けみたいな感じでお湯入れてもいいだし。いただきます。あ、うまっ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 、もっとシンプルな味付けかと思ったら、サーモンが炙ってあるからすごい香ばしくて、イクラの食感もすごい、とびっことかも乗ってて、海鮮丼なんだけど歯ごたえがめちゃくちゃいい。サーモンがね、本当にすごい脂が乗ってるから超美味しい。マナのさっきのサーモン親子丼、あ、まあそんな感じサーモン親子丼のお茶漬け、うん、私お茶漬け大好き、お産だから。いただきます。うわうめえ、これだこれだお産だったけどね、これは日本のお茶漬けのポイント。え、なになに。台湾のお茶漬けですね、若葉が入ってるから思ったより甘い。でもね、日本のお茶漬けはお茶の苦味があるから、それがポイント。おじいちゃんの美味しい。食べてみて、うん、雰囲気は日本と同じ。うん、めっちゃ似てる。でも思ったよりでさ、今は客層女子大学生じゃなくて、お母さん、お母さん、うん、高いからな。そうだよね、台湾の大学生にとってさ、この1食300、400元って、これはちょっと高いね。食べ放題食べれるね。確かに、ールーローハンと考えたら何杯食べれるの。またルーローハン単位か。日本だとさ、放課後に行ける大戸屋よりちょっといいぐらいだけど、台湾にしたら結構高級な日本食なんだもんね。二人はどれが一番お気に入り。これサバの味噌煮。なんでなんで。甘いから、今までのサバのイメージ全然違う。パリパリ感じゃなくて、そういうなんか染み込んでて、そういう味。ご飯と一緒に食べたら美味しい。美味しい美味しい。私もこれかも。おー、そうなんだ。こういう味台湾で本当に食べられない。こんなしっかり味噌がついたお魚の煮込み、なんかハンバーグも美味しいんですけど、ちょっとやっぱりソースが甘めで台湾人に寄せてるかなっていう感じ。マナさんは、マナはなんかあの親子丼行ってほしかったよ。なんで。いや、食べるのかわそう。あ、そうです、悲しくしてた。こんなしっかり味噌がついたお魚の煮込み。私お茶ご飯じゃなくて、あ、ごめんなさい、ワンちゃん。もう私もこれ美味しいかも。そうだね、台湾だったらサバの味噌煮がこんなに美味しく食べれるのは貴重だなって感じ。デザートもあるでしょ。クレープが有名だよね。台湾しかないメニュー注文しようかな。じゃあ頼もう。うわー、来ました、小箱クレープ。うん、上にあるのが何ですか。これはマンゴーとパッションフルーツのアイスクリームかな。これいくらぐらいなんですか。これは200元、うん、おー、台湾で普通クレープって1個いくらぐらいですか。100元くらいかな。じゃあ2倍。いただきます。うん、うんうん、普通のクレープとサバコやっぱり違う。あのケーキ見ない。あー、わかる、ミルクレープ、うん、すごい南国の味がする。するね、フルーティー。私は本物のクレープの方が好き。私こっちの方が好きかも。私も、ねえ、うん、3人で仲良く食べよう。はー、終わりました。今回私の初体験でも、サバの味噌煮本当に美味しかった。よかった。あ、本当に日本 の、 あの女子大生の時代を思い出しますよね。特にあのクレープ最高。あの本当に女子大生が放課後にみんなで食べるあの甘い味、こうやって思い出の味を食べるってすごい嬉しかった。でも私やっぱりおばさんおじさんの方が好き。牛丼とかそういうカレー、カレーライスとかそういうの方が好き。これちょっと女子大学生食べすぎ。じゃあ皆さん、もしおすすめがあったらぜひ教えてください。はい、じゃあというわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。この動画が好きなら高評価してグッドボタン押してください。それから私たちのツイッターもフォローしてお願いします。リンクがあります。それじゃあ。